スタジオリバーサイド。どうも、ギタリストの竹下敦です。今日はですね、黒沢楽器さんのドクターサウンドさんに、ブルガリアのギターである、オルフェウスバレーギターズというメーカーのギターを預けてまいりました。どうも私が購入したギターは若干ね、こうネックの、このネックの指板の部分の、こう見た時にこうなってるのが順反りというんですが、結構順反りの方がどうも好きみたいなんですよ、ね、でパッと弾いた時に、なんとなく感覚的にね、このギターいいなと思ったんで、そのブルガリアのギターを購入したんですが、ちょっとねやっぱり季節の変わり目でね、ここのところやっぱり雨が降ったり急に晴れた日があったりして安定しないでしょ。なんで調整に預けてまいりました。でわざわざね1週間ぐらいかけて、各部の調整とあとまあ、ネックの反りとあと、コマ、この部分ですね、この部分、この、弦を支える、まあ、サドルとか呼ばれる部分の作り直しと、あとはまあこの弦高というね、この弦の高さの調整と、大体やはりすごく優秀な店員さんで、私がちらっと弾いてるのをね、じーっと見ていて、で、あ、そういう指使いをするんだったらこういうこれぐらいの弦の高さがいいなとか、あと多分そのブルガリアの、オルフェウスバレーギターズっていうメーカーのギターをとても好きでらっしゃるんだと思うんですね。でたまたま入荷してた、高峰さんのギターがあったんですが、これいいですね、ちょっと欲しいなって言ったんですけど、いやいやそれはちょっとあれなんで、こっち のオルフェウスバレーギターズの方弾いてくださいっていう感じだったん で、ね、私あんまりね店員さんに逆らうってことはしないんです。店員さんってすごくたくさんのお客さん見てるでしょ。だから当然自分の意思はありますよ、こういうギター欲しいとかこういうギター弾いてみたいなっていうのはあるんですけど、店員さんってね、やっぱりすごく客観的に見てるんですよ。この人にはこのギターが合ってるとかね、この人はだいたいこれぐらい弾けるからこのギターを弾くとよりもっと次のステージに行けるとかね、年齢的にはね私より若い店員さんでしたけど、とても丁寧な接客と、あと弾いた時のギターの指使いとしては私と正反対のタイプだと思うんですね。で私はすごく古典的な指使い、要するに、セゴビアスタイルと呼ばれるんですが、すごくこう手をこう垂れた感じでこうバババババって弾くんですけど、女性のギタリストで、ごめんなさい名前忘れちゃったけど、村なんとかさんっていう坂本龍一さんと共演なさってるような方は割と近代的なね、ギターの弾き方で、見えるかな、こう斜めに構えるんですよね、こう見えるかな、こういうふうに斜めに構えるんですよ。でこれは初め楽なんですけど、結構斜めにね手を使うんで、やっぱりタッチとしては弦に対してこう
ていう方が本当の意味で長時間聴いてた場合疲れないんですよ。で、私は基本的に一日中ギターを弾いてるんで、疲れても弾き続けられるように超古典的なセゴビアスタイルで弾いてます。そういうところをね、じっと見てて、多分いろんなねことを考えてくださって、1週間という時間をね設定されたんだと思います。普通1週間をかけていろいろ覚悟を調整してくださることってないと思うんですけど、まあ季節の変わり目って本当ギターってねびっくりするぐらいいろんなことが変わるんで、まあ、この時期にねちょうど、5月に入る頃にねその後梅雨もありますんで1週間預かっていただくことになりました。黒澤明さんね、いろいろお世話になってます。よろしくお願いいたします。そんなわけで、竹下敦史でした。それではまた。